それではただいまから知事の定例記者会見を開催いたします。はじめに知事からお話をさせていただきます。はい、定例の会見を始めさせていただきます。私から2点お話をさせていただきます。1点目は新型コロナウイルス感染症についてであります。7月12日から夏の再拡大防止特別対策ということで、皆様にご理解ご協力をいただいて、感染防止対策の徹底ということで取り組んできております。こうした中において札幌市における急速な感染拡大を踏まえまして、先ほどの対策本部会議で札幌市を対象としたまん延防止等重点措置、これを国に要請をすることを決定いたしました。本日18時に記者の皆様にお配りをさせていただいておると思いますけれども、その要請の文書、これを国に提出をさせていただきました。皆さん届いてない？お配りしてるんですね。はい、お配りしたと思います。その文書を要請させていただきました。また国においてまん延防止等重点措置の実施について判断をされるまでの間でございますが、道として7月22日から8月22日まで札幌市内における対策を強化をいたしまして、対策期間についても延長をすることといたしました。まん延防止等重点措置、これが終了してからそれほど時間が経っていない中で再びまん延防止等重点措置を要請をするというそういう状況になりました。大変心苦しい状況でございますが、札幌市の急速な感染拡大、これを踏まえると今重要な局面に直面しているというふうに考えています。ここは先手で対策を講じていく必要があるというふうに考えます。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。このまん延防止等重点措置の要請が必要だということで、どのような視点で判断したんだということについて説明したいと思います。4つの視点で説明したいと思います。1点目が新規感染者数です。札幌市の新規感染者数非常に大きくなってます。人口10万人あたり 24.5 人ということで、この国のステージ4緊急事態宣言の水準というのが人口10万人あたり25人ですので、もうそれに近いという状況になっています。また前週比で比較しますと13日間連続で増加をするという状況になっています。感染が増減を繰り返していますという状況ではなくて増加し続けているという状況になっています。この感染拡大が継続しているという点、3つ目がですね、そのスピードです。感染のスピード、この上昇です。この感染のスピードが上昇してまして、直近1週間で言いますと、この2倍になっているという状況があります。前回の拡大局面との比較をしてみました。前回がですね、これ人口10万人あたり10人から15人、15人から20人ということで見ますと、前回というのはいつなんだって話ですが、この感染が急拡大したタイミングですね、と比較しますと、この7日間ちょうどこう1週間かかったんですね。10人から15人、15人から20人、ところが今回については、人口10万人あたり、人口1万、あ、10人から15人ですね、に増加するまで5日、さらには15人から20人ですね、増加するまで3日ってことで、これさらに加速してます。この感染拡大のスピード、これが 前回も非常に急激に増加しましたけども、今回についてはさらにそのスピードが速いという状況があります。それとこの医療への負荷です。感染の拡大に伴いまして医療提供体制の負荷も増加してます。
札幌市の病床使用率でございますけれども、まあ、約 28% という状況になってまして、これは国のステージ3の水準である 20% もすでに超えてます。ですから、このステージ4になりますと緊急事態ってことになるんですが、このステージ3の水準の 20% を超えているという状況、それと療養者数、こちらについてもステージ3の水準という状況になってます。そしてデルタ株です、まあ、デルタ株のこの増加、まあ、これが要因があります、まあ、この特に札幌市内でデルタ株の市中への広がり、まあ、これが強く懸念されるという状況になってます。デルタ株についてはですね、これ札幌市に集中してます、まあ、約7割がですね、札幌市という状況になってます。またこのデルタ株の感染性でありますけども、これ今まで従来株ですねと比較して約2倍ですよ 1.95 倍ですよってことをお話してきましたけども、感染性についてはアルファ株、まあ、これ英国株ですね、とデルタ株、まあ、インド株と比較すると、まあ、1.5 倍の高い、その感染性の可能性という状況があります。ですのでこの感染のスピードが速くなっているということも、まあ、こういったことも影響しているのではないかということも想定されます。さらにデルタ株の状況ですが、すでに直近1週間の、確認事例、その前の週と比較して、倍増しまして、陽性率についても 40% 超えてます。ですからこの6月の末から7月末までは 1% でした、まあ、それから急激に増加して 28%、まあ、さらに 40% 超えるという状況になってますので、まあ、これはさらに今後置き換わりが進んでいくというふうに考えてます。東京都今日1300人超えてます。前週比較で500人ぐらい確か増えてると思うんですが、この東京都に例えばついて言いますと、まあ、連休中の23日にはこのデルタ株がですね、6割以上占めるんではないかというふうに推計されている、まあ、そういったものもあります。まあ、急激に感染が例えば東京都など増加してます。道内においても今後さらに置き換わりが進んでいくということが想定されます。まあ、こうした状況を踏まえて現在の感染拡大を抑えていくためには、人と人との接触、まあ、これを徹底的に抑えていく、またこういったフェーズになってくるというふうに考えています。まあ、感染性の高いデルタ株、これも影響したというふうに考えますし、まあ、こういったことを考慮すると、まあ、早めのお対応が必要だというふうに判断いたしました。このまあ、そのことを踏まえてですね、札幌市を対象としたまん延防止等重点措置、まあ、これを国に要請をするということを決断したところです。またこのまん延防止等重点措置、まあ、国において判断されることになりますので、それまでの間札幌市を重点地域とした独自の対策の強化、そしてその対策期間延長ということといたしました。道民の皆様、事業者の方々には大変なご負担をおかけしてます。北海道札幌直面する、まあ、そういった厳しい状況を踏まえまして、まあ、今でも大変なご協力いただいてますけども、引き続きご協力をお願い申し上げます。具体的には札幌市内においてはですね、できる限り外出を控えていただく、札幌市外の皆様はできる限り札幌との往来を控えていただく、このことをお願いいたします。また札幌市内の公立施設は4月22日から8月22日まで原則休館とさせていただきます。記者の皆様にこちらもお配りさせていただきましたけれども、同立の施設についてはもうすでに対応を決定しますので、本日からホームページでお知らせをいたします。札幌については今準備をしているというふうにお伺いしています。続いて飲食の場面であります。札幌市内の飲食店などについてはですね、これまで営業時間の短縮の要請に加えまして、アクリル板の設置、店内消毒、一定の要件を満たす場合には
夜8時まで酒類を提供できることといたしまして、要件を満たさない場合については提供しないということをお願いいたします。要請の内容、支援金の詳細につきましては道や札幌市のホームページに掲載させていただいておりますのでご覧いただきたいと思います。また専用のコールセンター、こちらも開設をしておりますのでお気軽にご相談いただきたいと思います。またご利用される皆様に対しましてであります。会話ではマスクの着用、4人以内短時間、大声を出さない、深酒しないということで、改めてこれを皆様徹底いただきたいと思っています。まあ、現在札幌市以外の地域、札幌市以外の地域においても飲食の場面での感染事例が増加しています。飲食の場面での感染防止行動については札幌市のみならず、全道で徹底していただかなければなりません。会話ではマスク、4人以内短時間、大声出さない、深酒しない、こういったことについて札幌市以外の皆様についても徹底をしていただきたいと思います。まあ、これは非常に札幌市以外で感染事例増加してますので、ぜひこれは皆さんに徹底いただくようにお願いいたします。そしてこの夏休みの期間中でありますが、親族ですとかご友人ですとか、まあ、久しぶりにお会いをすると、まあ、そういう場面が通常であれば多くなるわけでありますが、まあ、しかし今の感染状況、これ以上の感染拡大、まあ、これを防ぐためにもですね、普段会わない人と会うこと、まあ、これは必要最小限にしていただきたいということであります。これまでの札幌市内の事例を見ますと、まあ、感染リスクの高い場面での行動が確認されています。具体的に、皆さんがイメージしやすいように、具体的な感染事例、まあ、少しご紹介したいと思いますが、結婚式の2次会3次会に参加をし会話とお酒が進む中での感染が疑われる事例、職場内で飲食を伴う交流会の開催に伴う感染、まあ、こういったものが疑われる、まあ、そういった事例が確認されています。特にですね、感染経路不明の割合が高い、本人が気づかないところで感染する、見えない感染の連鎖が起き、市中での感染が広がりつつあることに注意が必要であります。札幌市内においてはどこでも誰でも感染をする、まあ、そういった可能性があるということを想定をした中で行動していただくという段階に入っております。国の専門家も飲食の場面での感染が家庭、会社、学校などへの感染につながるというふうに指摘しております。実際に会社や学校での集団感染も広がってきています。ワクチンの接種が進むと重症化が防げるので、医療提供体制については余裕が出るのではないかというふうに思う方がいるかもしれません。しかしながらですね、札幌市の今の病床の使用率でありますが、国のステージ3の水準を超えてます。超えている状況です。この状態から感染が増加していく形になります。もうすでに発射台が高い状況になっています。ですので、これは引き続きワクチン未接種の方まだいらっしゃいますので、まあ、例えばそういった中高年層の方、感染拡大への警戒、まあ、これが必要であります。まあ、そういった方々の入院の増加にしっかり備えていかなければならないという状況であります。まあ、そのワクチンの接種でありますが、まあ、北海道の高齢者の皆様に対する1回目のワクチンの接種率が 75% を超えるという状況になりました。まあ、多くの市町村で8割超えてます。まあ、こちら見ていただくと分かるんですけども、まあ、この対象となる方が10万人以上の2つの自治体を除きまして、まあ、ほぼ8割をもう超えるような状況になってます。接種対象の高齢者の方が10万人以上いるような自治体につきましては今 64% ってことでございますが、まあ、一方でこのプラス 7.2 ポイントってことで、他のところに比べて
前回と比較して増加しています。こういう状況になってます。党としてですね、引き続き市町村をしっかりサポートをしてまいります。最後になりますけれども、本日札幌市を対象としたまん延防止等重点措置国への要請を行いました。また文書で、国に要請いたしました。どうしても国としてはですね、都道府県単位でその感染の状況を、見るということにこうなってくることが多いんですけども、西村大臣にも昨夜お話しましたけども、札幌が感染の、今ほとんどメインになってるんですが、その札幌の新規感染者数、また医療提供体制、またデルタ株のその割合が増加している、また連続して13日間増加していることなどを考えますと、確かに札幌以外の感染が抑えられていることによって全道で鳴らすとですね、数字がこう、抑えられるっていうことで、確かに全道でいうと、10万人当たり11人、昨日時点超えるということでありますから、ステージ3のですね、人口10万人当たり15を超えてはいないんですが、そういった札幌での先ほど申し上げたような視点で考えると、我々としてはやっぱり早めの対策を講じた方が、その全土に感染が広がるのを待って、ステージが3とか4に待ってからですね、まん延防止等重点措置をゆっくり検討して、国としては作業をするということだと、私は少しこのまん延防止等重点措置っていうものとはちょっと違うんではないかなというふうに思ってまして、特にデルタ株については感染性が高いとされてますので、その点についてはぜひ国としてもですね、速やかに検討していただきたいということをお願いしているところであります。ただそうは言ってもですね、国が判断されるまでの間、独自の対策を強化して、その対策期間も延長して、対応してまいります。いよいよですね、あさってから4連休も始まります。本格的な夏休みのシーズンも始まります。札幌市内のみならず、全土の皆さん、ご協力をいただかなければなりません。さらにその、道民の皆様のみならず、道外から北海道に来るということをこう予定されている方、緊急事態宣言の対象地域においてはですね、できる限り県をまたいで移動しないっていうことになってます。ですからそういった方々につきましては、基本的には外出の自粛と県をまたいだ移動はできる限りしないということになってますので、そういった形で帰省や旅行などですね、控えましょうということになってますから、そこはそういった対策を取られるというふうに思いますが、そのやむを得ずですね、どうしてもそういったいろんなご都合の中でですね、やむを得ず北海道に来られるという方も、それは 100% 皆さん、どうしてもということでですね、少ないとは思いますがいらっしゃるかもしれません。ですからそういった方については PCR 検査を受けていただくということで、この今回の対策にも明確に、記載しております。本日から無料の PCR 検査、これも始まってますので、そういった形で徹底していただきたいというふうに思います。これは道民の皆様だけで、それはできませんので、道外からお越しになる方、特に緊急事態宣言が出ている地域については外出の自粛、また県をまたいだ移動、これはできる限り控えるということになってます。帰省旅行、などですね、ですから、やむを得ない場合ということなんだと思いますが、そういう方については繰り返しになりますけど、検査を受けていただくということでお願いしたいと思います。これは皆様道民だけではなくてですね、道外の皆さんにもご協力いただかないと、なかなか感染の拡大、これを抑えることできないということがありますので、ぜひここはご協力いただきたいと思ってます。これがまず1点目でございます。2点目がですね、東京オリンピックの関係です。明日からですね、サッカー競技始まります。マラソン、8月8日まで、道内でも競技が
開催されます。マラソン競歩、サッカー競技、すべて無観客ということで判断しました。しかしながらこのオリンピックは、北海道で行われる競技だけじゃなくて日本中でいろんな競技が行われるわけです。このオリンピックの開催が契機として感染が拡大する、こういったことがないようにしなきゃいけないということです。これは全国知事会でも繰り返し私も申し上げてきましたけども、この、応援スタイルといいますか、そういう形でおうちでエールということをコンセプトといたしまして、五十嵐直美さん、この漫画大賞の審査員の方にですねイラストを書き下ろしていただいて、ポスター作りました。ホームページや広報ツールなどを活用しながら、この、自宅で家族とテレビで応援ということで、おうちでエールということで皆さんに呼びかけていきたいと考えています。マスコミの皆様にもですね、こういったおうちでエールということで積極的にですね呼びかけについてご協力いただけたら大変ありがたいと思ってます。それとマラソン競技においてですけども、赤レンガ、本庁、道議会庁舎を含む、道庁敷地内、こちらについてはマラソン競技の時間帯立ち入り禁止ということで取り扱います。この点についてもですね周知にご協力いただけたら大変ありがたいと思ってます。私が以上です。それでは、まずただいまお話ししました話題に関するご質問をお受けいたします。本日は当方の方からですねお名前を呼んで指名をさせていただきますので、ご発言のある方は挙手をお願いをいたします。はい、では読売新聞の佐藤さん。はい、読売新聞の佐藤です。今回のまん延防止の要請のタイミングについて改めてお尋ねします。対策会議でも先ほども先手というふうにおっしゃられていました。前回5月に要請した際は検討の開始から要請までに感染者が増えてですねそのことで対応の遅れを指摘する声もありましたが、こうした経験も踏まえられての今回の対応ということになるんでしょうか。そうですね、国のさまざまなスケジュールなどもあるということは重々承知をしてます。例えばその分科会ですか、そういうものを開いたりとか、国会に説明したりだとか、いろんなことが国としてもあるんだというふうに思うんですけども、そういったこともありますし、全国的なそういった感染の状況だとかいろんな総合的な判断の中で国としてはそのまん延防止等重点措置、また緊急事態宣言、こういったものを判断していくんだと思うんですが、やはり先ほど申し上げたようにデルタ株の、そういった状況ですとか、感染が継続して増加をしている状況で、さらにはこれから先連休や夏休みやオリンピックや、いろんなそういった行動が通常であれば活発化してくる、そういう状況が控えてますので、これは先手での対策、こういったものが必要だろうというのも我々の判断です。だから先ほど言ったような、確かに都道府県単位で言えばですね、人口10万あたりでいくと昨日時点では11という状況ではありますが、やはり札幌で感染が拡大しますと時間がずれて全土に拡大をして、非常に急激な拡大を見せた経験がありますから、そういったことも踏まえると、まん延防止等重点措置、札幌を対象にですね、これは機動的に要請をさせていただくと。でさらにはその、決定まで時間がかかるかもしれませんので、独自対策としての強化、対策期間の延長ということで、対応したいというのが我々の考えです。もう一点だけ、先ほど西村大臣と昨夜お話しされたということですけれども、今おっしゃられた道内で11人ということで、札幌に比べると道内全体ではですね感染状況がそれほど逼迫しているように見えないというところについては、大臣何というふうにおっしゃられていたんでしょうか。私の方からはその全道では確かにそういう状況かもしれませんがということで、
まあ、札幌のその状況をこれをお伝えしました。ですから、まあ、その我々の判断としてはその感染の拡大をしっかり確認をして数字がしっかり上昇して状況を確認して病床が逼迫をしてそういう状況をしっかり判断時間を置いてからさてまん延防止等重点措置の検討を始めましょうというんだと少しこう遅いのではないかっていうのが我々の認識です。まあ、そこは国としてどうお考えになるのかってことが重要かと思いますが我々としては法律に基づいて特措法上要請できますから要請をさせていただいてまた国会の付帯決議で速やかに検討いただくことになってますんで速やかに検討いただけるものというふうに考えてます。もう一点だけまん延防止を要請してですね確か取り下げているところも かつてあるんだと思うんですけれども今回のようにこのその、まあ、前もってですねまん延防止を要請するということそのものに、まあ、道民向けのメッセージがあるんでしょうか。それともこのまま適用されないでいるとですねそれがまあ国がそれほど深刻ではないんだよというふうな逆のメッセージになるという可能性はいかがでしょうか。そうですね私どもは先ほど申し上げたようになぜこの対策が必要かということを今記者の方々に説明しました。まあ、この中でいやそれは必要ないんじゃないかってお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが我々も専門家有識者等にご意見をお伺いしますと、まん延防止等重点措置を要請することは妥当ではないかという意見がほぼ全てです。ですから、まあ、そういった状況の中で国としてどうご判断いただくかってことに尽きるというふうに思ってます。また一部独自対策でですね飲食店のそのお酒の提供をやめるとかそういうことをですねやったらいいじゃないかという話もあるんじゃないかと思いますがそうやって言うのは簡単なんですけど飲食店大変な状況になってます。まあ、例えば、まあ、今2万5000円から7万5000円大企業は20万ってことで、まあ、そういう支援金の中身で金額は変わらないけどもお酒の提供を控えてくださいとかさらなる時間の短縮の要請だとかさらにそういった特措法に基づく過料とかもない中で協力のお願いをそういったことをしていくということに飲食店の皆さんが例えば従ってくださるのかどうかっていうのも現実的にあるんじゃないかと思ってます。やはり例えばまん延防止等重点措置になりましたら3万円から10万円、これ金額が当然変わってきます。対策の中身だけを強化して支援金が低い状況で実効性が上がるのか例えば神奈川県とかはお酒の提供一切控えてくださいってことですけど3万円から発車代がなっていると思います。で緊急事態宣言になれば4万円からです。同じ要請なのにもかかわらず支援金の中身が違う。でこういうことに対して、まあ、飲食店の中で、果たして協力いただけるのかとかっていうのも私も考えました。また飲食店だけではなくてですねやはり、そういった大型施設また公共施設それはもう接触の機会を低減するってことで飲食店以外も当然対策を講じる中で、それだったら我々も協力しようって話になるんだというふうに思いますんで、まあ、そこはそのまん延防止等重点措置っていうみんなが共通のそういう理解のもとで、各飲食店だけではなくて、まあ、多くの方々が協力をして、その措置に相当する支援金をしっかり提示して対策を講じるっていうのが私は筋じゃないかというふうに思います。まあ、一部国の中ではその独自対策でそういうことをやればいいじゃないかって簡単に言うことがあるんですが私はそんな簡単でもう飲食店本当に大変なんですよ。だから、まあ、少しでもその支援金がやっぱり多くその対策の中身だけ強くて支援金は安いですっていう状況で本当に皆さんあそうですかって言って応じてくれるかっていうとなかなか私は今厳しいんじゃないかって思ってます。それと飲食店だけじゃなくてみんなで、協力してやっていく、まあ、こういうことがないとなかなかご理解いただけないんじゃないかと思ってます。まあ、こういう実情も、まあ、大臣にはお話ししました。ですからそういった飲食店の厳しい状況を一番分かってくれてるの西村大臣だと思いますから私の考えっていうのは
しっかり通じたんじゃないかなと思ってます。しっかり検討していただけると信じてます。ありがとうございました。他にご質問ございますか。北海道新聞の藤本さん。あ、すいません、北海道新聞の藤本です。1点、関連なんですけど、そのまん延防止措置 の, その、まあ、適用を、まあ、この申請されたわけなんですけど、まあ、先ほど の, その知事の話ではですね、そのまあ国はその適用にまあ慎重なんだなというふうにまあ受け止めたんですが、まあ、まあそうなるとなかなかこの適用の時期っていうのはこう見通せないんじゃないかなというふうなことにもちょっと思うんですけれども、そのまあ知事としてまあその西村大臣と の, そのやり取りの感触を経てですね、まあ、そのいつ頃適用されるものだというふうに考えていらっしゃるのか、まあ、知事としてのちょっとその見通しを教えてください。それは分かりません。できるだけ早くお願いしたいと、まあ、今の感染状況を踏まえてですね、まあ、その1点です。で、国会の付帯決議でも、まあ、そういった都道府県知事から要請があった場合には速やかに対応するということになっているので、まあ、そこはしっかり国として対応いただけるというふうに考えています。よろしいですか。他にご質問ございますか。では、HB の古川さん。HB 古川です。またこの件関連してなんですけども、今日午前西村大臣は、まあ、今の北海道の、まあ、全体の感染のことをおっしゃっていると思うんですが、数字を見る限りではまん延防止措置が必要だとは見えないというふうに発言されていました。まあ、知事ができるだけ早く札幌市に対して適用したいという思いとやっぱり掛け違いがあると思うんですけども、こういったまん延防止重点措置の適用をめぐる、まあ、制度上の課題点であったりとか運用上の問題について、まあ、知事として、まあ捉えていらっしゃる認識がありましたら教えてください。まん延防止等重点措置が、まあ、これは西村大臣のそういった強い思いもあって新しい枠組みとして、入りました。名前の通りですね、まん延を防止するということで、その緊急事態宣言に至らないようにその機動的に発動して感染を抑制していこうということで作られたものなんですが、まあ、結果として例えば、まあ、1都3県今急激に増加してますけども、まあ、東京以外の3県は今まん延防止等重点措置でやっていると。で、まあ、先ほどちょっと神奈川県の事例出しましたけども、知事の判断でですね、例えば飲食店についてはお酒の提供を、終日やめてくださいねっていうことを言えることになってるんです、まん延防止等重点措置でもですね。で、ところがそこは支援金がやっぱりまあ低いです。ですから同じことをやっていても支援金が安い、まあ、本来の制度っていうのはおそらく、まあ、いろんな感染状況が都道府県によって違うと思うんですけども、まあ、北海道の場合はその今 75% ぐらいが札幌なんですね。ですからその札幌の感染を抑えるっていうことを考えると、まさにまん延防止等重点措置っていうのが非常に機動的に、活用できればですね、それがやはり今全島は低いんです。ですからそういう意味では有効なものだと思ってます。ただそれがやはり緊急事態宣言に近い時に発動されてしまうと、どうしてもその、まん延防止というよりはこう緊急事態宣言とあんまり時間を置かないでですね、発動されてしまうとあまり有効に機能しないというところがあると思いますので、ですので、まあ、我々のこの今回の要請っていうのはそういう意味で少し今まで の国の解釈とは少し違うのかもしれませんが、できるだけ先手でですね、そういった対策を講じていきたいっていう要請になります。まあ、今回有識者の方にもいろいろご意見をお伺いしましたけど、やはりそういった形で早めに対策を講じた方がいいんではないかっていうご意見やはり多かったですから、そこはそういった形で対策を講じていくことができればというふうに思っています。まあ、その一方でその午前の西村大臣の発言だけを聞く限りでは、まあ、すぐには適用されない見通しもやっぱりちょっと考えられると思うんですけども、そういったまあ政府側の姿勢といいますか対応について今どのように受け止めていらっしゃいますか。西村大臣とも直接お話をしてその危機感については共有させていただきました。まあ、その大臣の方もそのしっかり連携して対応していきたい、また支援をしていきたいというお話もありました。で、その確かに北海道全体で見ると、まあ、先ほど言ったような数字なんですが、札幌の厳しい状況というのは直接お伝えしましたので、まあ、そこをどう判断されるかということに尽きるんだと思うんですが、
やはりまん延防止等重点措置っていうあの制度で考えると、まあ、私はこの妥当なんではないかと、札幌っていうところに集中的にですね、今の時点ではですね、対策を講じるっていうことが全土への感染拡大を少しでも抑制する形にはなるというふうに考えてますので、あの、まあ、今後あの分科会ですとかそういう、政府として判断するにあたっては専門家に意見を聞いて、最終的には対策本部長である総理が判断すると思いますが、あのそういったあの作業ですねっていうのをできれば早くやっていただければと思ってます。あともう一点ちょっと別なんですけども、あの夏の特別対策の追加の部分で、あの全国的な移動が見込まれるイベントの開催は慎重に検討というところをまあ追加されることになると思うんですが、この場合のすみません、あのイベントであったりとかその開催を慎重に検討というところをこう具体的にどのようなこう踏み込み方をされているのかをちょっともうちょっと教えていただければと思います。まあ、先ほどお話ししたようにですね、この全国的にも今感染増加してます。で、まあ、今例えば先ほど申し上げたような緊急事態宣言が出ている東京都や沖縄県については、まあ、そもそも、そういったあの県をまたいだ移動はできる限り、極力ですね、極力控えるという形になってますので、全国的なイベントをやるときにそういった地域の方についてはですね、あの、まあ、そもそも移動できないっていうことを、求めてます。政府も、またその、例えば東京都では東京都の知事が、ですからそういったことを念頭に置いていただかなきゃいけませんし、まん延防止等重点措置の地域についてもですね、そういった不要不急のそういった移動を控えましょうということになってますので、そう考えると結構な地域がですね、そういったあの感染拡大で対策を講じている地域ですから、全国的なイベントをやるってなると、そういったことを念頭に置いた上で慎重に考えていただかないといけないという趣旨です。ちょっと関連するような形で聞かせてもらうんですけども、あの、まあ、明日からオリンピックの試合が行われるということで、まあ、選手であったり関係者の方の選手村内での感染等も報告されている中なんですけども、まあ、こういった要請と照らし合わせてですね、まあ、オリンピックが開催されることについてちょっと今一度改めてどのようなお考えかというのをお聞かせください。はい、まあ、このオリンピックが開催をされる中で、まあ、今お話がありましたけども、まあ、この選手や大会の関係者やマスコミの方というか、まあ、いろんな方が来ています。でこれはあの総理にお会いした時もですね、その行動管理の徹底が必要ではないかということでお話申し上げましたけども、あの、まあ、いろいろあのプレイブックですとかいろんな形でですね、あの対策を講じていきましょうということで取り組んでいる中で、まあ、残念ながらそこがあの守っていただけないという状況なども、まあ、一部報道などであの取り上げられてます。ですので、まあ、そういったことはあのもちろんないようにですね、組織委員会として徹底していただかなければなりませんし、で我々としてもあのその、まあ、無観客になりましたね。そういう意味では、そういった大規模な移動はないんですけども、結局あの、皆さん、まあ、いろんな競技を見るときに普段一緒にいない方と大人数で集まって、まあ、どうしても盛り上がりますよね。あの例えば日本代表が活躍してるって姿見ればですね、まあ、その中でやっぱりどうしてもマスクを外して飲食もしながらですね、大声で頑張れっていうことでやってしまいますと、まあ、どうしても感染が拡大するきっかけになってしまうということがありますので、まあ、先ほど話したようなお家でですね、家族とこの応援をしていただくということでですね、あの取り組みを徹底していかなければならないと思ってます。まあ、いずれにしても、まあ、今ちょうどこの全国的にも感染が非常に拡大傾向にある状況の中で、突入していくということがありますので、今まで以上のですね、あの警戒感を持ってですね、あの、各立場の方が取り組んでいく必要があるんではないかというふうに思います。ありがとうございます。はい、他にご質問ございますでしょうか。じゃあ日経新聞の高橋さん。日経の高橋です。何点かあるんですが、あの先ほどあの国の札幌のまん延防止の話で、
4点の理由を挙げられた上で、はい、その上で感染の状況だけでなく今の病床の体制もステージ3に来てて厳しいところにあると、発射台がのそもそも厳しいところにあるとお話があったんですが、そうですね、はい、よく医療提供体制の逼迫という話になると思うんですが、それをステージ3に当てられているのかなと思うんですが、そのどこまでいくと、平時とみなしてよいのか、ただそのステージ3が例えば2になれば、多少許せる安全なのかなといったような、その基準感みたいなものをちょっと教えていただけますでしょうか。これは強い対策を講じるときに、そのステージ3でもう切ってですね、ステージ2にそういうしっかり使用がいくように対策は継続するということで、これ全国みんな一緒にですね、やってきてます。でステージ3についてはいわゆるまん延防止等重点措置を想定するようなステージになってくるので、そういった状況に、今 20% を超えるという状況になってます。そこからさらに今連続して増加しますから、今の傾向が続けばですね、さらにこの先ほど発射台が高い状況でって言いましたけども、ここからさらに新感染者数増加してきますので、結果として入院者の割合は増えてくるということが容易に想像できるということです。なので、ステージ2相当が継続されるということをしっかり目指していくということに変わりはないということです。同じような文脈でいうと、その今病床の話だと思うんですが、例えばその中等症以下の方、未満の方って言ったらいいんですかね、ホテル療養で住んだり、自宅療養で住んだりする方も場合によっては出てくると思うんですが、そこら辺、ホテル療養の方に対する目安みたいなものあったりするんでしょうか。そうですね、療養者数の目安っていうのもありまして、いわゆる全体の目安ですね、それも今ステージ3の水準という状況になってますので、ここがしっかり下がってくるということが重要です、はい、そうするとそういう今マンボウの話が、手を挙げられ国に要請されたけれども、運が良くというか状況が改善した場合にで、かつ国がまだそういう判断をしていないっていう場合っていうのは取り下げるようなことってあり得るんですか。いや、それはもちろん状況が改善すればその時に応じて対応していくっていうのは当然のことだと思います。ただ今13日連続で増加をしている状況やデルタ株の置き換わりや先ほど申し上げたようなさまざまな視点での要因を総合的に考えると、やはり増加傾向というのがしばらく続くというふうに見てます。東京などの増加がですね、今顕著です。どうしてもそういった地域との往来がありますし、そことずれてですね、首都圏とずれて北海道も増加してきましたので、遅れてですね、ですからそういったことを考えるとどうしても影響を受けるというところがあります。ですので、そういったことを総合的に考えると、急速に感染が減少していくという要素よりはですね、今後しばらく増加していくというふうに我々は見てます。若干変わるんですが、今回の道独自の対策の中に出勤抑制の話がまた出てきたと思うんですけど、ね、協力要請、はい、で前回のまん延防止等重点措置の時に、まず回より始めよう的な話もあったかと思うんですが、どうもやってはいたものの、数字を見るとその7割というのは達成できていなかったように思います。やっぱり先頭を立って範を示すことが厳しい環境で飲食店の方厳しいとおっしゃってましたが、そういう方々に協力お願いを求めている以上、実効性をあるそういう数字を達成しないとやっぱりこうずっこけてしまうようなところがあると思います。その辺の今回のそういうことができるようにする策であったりとか、考え方について教えてください。そうですね、テレワーク、時差出勤、こういったものを合わせて 60% を超える状況というのを継続して維持しました。確かにテレワークだけでですね、出勤抑制だけで 70% を達成するっていうのが最も望ましい話だと思いますけども、さまざま直接対応しなければならない話などもございまして、これはマスコミの皆様も同様だと思いますけども、そういった状況の中でですね、できうる対応をしっかり率先してやっていくということを徹底していきたいというふうに思います。
そういう意味で言うと、できる範囲であれば、その 70% と、まあ標語というか掲げてますけれど、どうができないのも、できる範囲までやってれば、仕方ないという、そういうような話になるんでしょうか。まあ、仕事の進め方の中でですね、いろんなそういった環境もそれぞれ企業ごとにありますので、まあ、それぞれ、まあ、例えば、日本経済新聞さんがですね、7割やってるんだと思いますが、そういうことができるところとできないところ正直あります。それは民間企業でおいてもですね、ですから、そういった会社の背景、またその中で工夫をしながら、まあ、例えばテレワーク自体はこれぐらいしかできないけども、時差出勤をしっかりやりましょうとかですね、まあ、そういったことも組み合わせながら取り組みをぜひしていただきたいというふうに考えています。ごめんなさい、今のところで若干ちょっと私聞いてたことと相互があったので、はいはい、これ同調としてはということを私聞きたかったんですが、はい、同調としては6割連続して達成はしてるんですけども、まあ、それをできる限りですね、その数字をさらに伸ばしていくことによって皆さんのご理解をいただきたいというふうに考えています。ありがとうございます、はい、他にご質問ございますか。では朝日新聞の中野さん。朝日新聞の中野です。まん延防止のことで一点お尋ねしたいんですけども、先ほど知事は解除から間を置かずにまた再要請をすることになって大変心苦しいというような発言されましたけども、11日に解除されるときにはですね、もうすでに東京でも増加傾向が出ていて、デルタ株の懸念も出ていた、そういう中で11日に北海道は解除するということになった、その時の政府の判断と、あとそれを受け入れた北海道の判断というのは果たして妥当だったのかどうかというのは今知事はどう考えでしょうか。はい、まあ、そこはしっかり専門家の意見も踏まえた中でですね、さまざまな議論が行われた中で、解除という判断が行われたというふうに考えています。当時のさまざまな感染状況、医療提供体制の状況、まあ、そういったことなどを考えると、まあ、解除というのは一定の妥当性があったというふうに考えています。まあ、大事なことは状況がまあ、悪化といいますか、その感染者数が増えてきたり、病床が厳しくなってきたり、さまざまな、まあ、そういった兆候、前兆を示すようなですね、状況が悪化したりしたときに機動的に対策を講じていくことだと思ってます。ですので、今回そういった状況の中で、まあ、まん延防止等重点措置、これはもう、まあ、当然我々としてはその皆さんに大変なご負担をおかけしますから、そういった措置はやりたくないというのはそれはまあ当然のことですけども、まあ、感染を拡大防止する観点からこれはやむを得ないという判断です。ですのでそういった機動的な対応というのが必要じゃないかなというふうには考えています。よろしいでしょうか。他にご質問ございますか。では HBC の竹村さん。HBC 竹村です。まん延防止の関係で教えていただきたいんですが、今の、朝日さんの質問と関連してなんですが、札幌市の数字が15人に、達したのは先週達してたと思うんですけれども、はいはい、その例えば機動的に対応するということであれば、もう達しそうだという段階からもう検討を始めて15人に達した時には要請に移るという手法もあるのかなと思ったんですが、そのあたりについては、そういう点に立てばまあ、判断がやっぱりもう少し早くできたんじゃないかという見方もできるんですが、そのあたりについてはどのように評価されてますか。まあ、15人に到達した時点で検討をしました。その中で、まあ、本日になってます。まあ、これ以上のスピード感というのはなかなかないんじゃないかなと思ってます。15人という数字についてなんですけれども、15人に達した段階で検討を始めるのか、15人に達した時に要請するのかっていうところがあると思うんですが、うん、そのあたりについては知事はどのように見てらっしゃるんでしょうか。そこは臨機応変に対応するべきだと思います。新規感染者数だけではやっぱりないので、まあ、いろんな背景ですね、先ほど申し上げたような視点、お話しましたけども、まあ、必ずしも新規感染者数だけではなくて、まあ、いろんな病床の状況だとか、まあ、いろんなことを踏まえて考えなきゃいけないというふうには思ってます。まん延防止の関係、まあ、今回の要請とかの関係なんですが、
今回政府の、西村大臣もう少し、様子を見たいというご判断だと思うんですけれども、政府の判断がこれ以上遅れていくとですね、場合によっては札幌が25人に達したりですとか、緊急事態宣言の数字というものをもう早く突破してしまうような状況にもなってくると思います。仕組みとしては、もちろん政府が総理が判断する事項だと思うんですけれども、党として緊急事態宣言の要請ということを、仕組み上はないにしても行っていくこともあり得るのでしょうか。緊急事態宣言に今当たる状況かと言われれば、それはちょっと違うと思ってます。まん延防止等重点措置、この、対策を機動的に講じた中で、なんとか感染の、爆発的な拡大っていうのを回避したいっていう思いです。緊急事態宣言は当然のことながら、北海道全体179市町村、例えば飲食店における時短、また外出自粛、また施設の制限とかになってきますけども、札幌とそれ以外の地域が感染が同じかっていったらそうではない。でさらには前回のように石狩管内、小樽旭川もですね、前回のような状況では今まだない状況がありますので、そういった事態にならないように先手で対策を講じていきたいっていう我々の考え方です。当然、状況が悪化してきてその必要性があればですね、そういった検討を国においてされるし、我々としてもそういった感染状況などしっかり共有をして伝えていきたいというふうに思います。ありがとうございます。あと1点だけ教えてください。新しい旅のスタイルについて、これは感染状況に応じて再開もというお話が議会でもされてましたけれども、この状況になるとなかなか難しいように見えるんですが、現在の党の方針はいかがでしょうか。そういった停止条件、などがもう明示されてます。例えば外出自粛などが要請された場合、ガソリン相当するところです。まん延防止等重点措置については適用された場合については全道においてですね、外出自粛、これは札幌がそれだけ厳しい状況ってことですので、そういった対応になってきます。ですからそういった形の対応を取るということになれば、停止条件との関係性というものを考えた中での、対応となってくるということです。よろしいですか。他にご質問ございますか。では、高島日新聞の奥野さん。高島日新聞の奥野です。今回札幌に関してはですね、まん延防止重点措置の方で再要請ってこと、要請するってことになるかと思うんですけれども、全道域で見た場合ですね、逆に、全道では今1週間あたり11人台っていう、人口10万人あたり11人台ってあるんですけど、逆に札幌の数字を除くと相当新規感染っていうのも低く抑えられているはずなんですが、全道域のですね、住民に対してメッセージといいますか、今回のこういう措置っていうのは、措置というか要請っていうのは札幌は対象だけれども全道域に対してはこういう意味合いがあるんですと、もう少しとメッセージを噛み砕いてお話しいただけるとありがたいです。はい。とにかくですね、札幌でのデルタ株での市中での広がりも懸念されてます。実際に新規感染者数増加してます。ですから札幌との往来、これはもうとにかく控えていただきたいと思ってます。今そういったまん延防止等重点措置も要請せざるを得ないような状況になってますので、その点を十分考慮していただいて、これまでも札幌との往来の注意喚起って、いろんなタイミングでやってきましたけども、そういった人と人との接触を、減らさなきゃいけないっていう段階までまた札幌が来てしまったっていう状況も踏まえて、その往来、これは皆さんに大変ご迷惑をおかけしますけども、控えていただきたいと思います。それと、最近の傾向として、どうしても飲食の場面で、まん延防止等重点措置も解除されたし、いわゆる時間短縮なども、解除された中でですね、どうしても飲食の場面における感染の確認、これが札幌市以外で、増加しているという状況ありますので、さっき言ったような会話の時はやっぱマスクをしていただく、また4人以内、短時間、大声深酒せずにということで、ここは全道の皆さんに、今実際増えていますから徹底していただきたいというふうに思ってます。またやはり来道される方、ここに対してですね、私も空港でのプロモーションなども行いましたけども、しっかりそこも徹底していただかないことには
対策として、効果を有効に生み出しませんので、まあ、ここもしっかり呼びかけをしていきたいというふうに思います。よろしいでしょうか。他はコロナに関してこれまでご質問ない者の方いらっしゃいますか。はい、じゃあ共同の石黒さん。共同通信の石黒です。今回まん延防止措置の要請を決定したということで、なるべく速やかに感染拡大が広がる前のこの段階で要請をするということになったと思うんですけれども、それとは別に支援金の問題もあるのかなというふうに思っておりまして、まん延防止措置が適用される場合とされない場合でその国から助成してもらえるお金とかが全く変わってくると思うんですけれども、そういうことも意識して要請を決定されたのか、長い間対策が続いてますけれども、道の財政状況はどのように考えられているのか教えてください。道の財政状況極めて厳しい状況になってます。臨時交付金についてももう枯渇してますし、財政調整基金を取り崩してですね、なんとか対応しているっていう状況で、この事業者支援分、国の方は5000億円予算がありまして、で3000億円は配ったんですが2000億円留保してるんですね。ですからその留保している分を早く配ってくださいということでお願いしてるんですけども、まだなかなか配布いただけない状況があります。なのでここは緊急事態宣言も東京で延長されて8月22日まで対策が講じられることになりましたので、これはいわゆる感染が落ち着いているところも含めてですね、相当影響出てますので、そういった事業者支援分の2000億円やあと一般分というのがあるんですね。これも柔軟に使えるものなので、これをぜひ早期に配布していただきたいっていうのが、これ知事会全員一致してお願いしてるんです。これはなんとかお願いしたいと思ってます。それと今ご質問にあったようにちょっと質問の中でお答えする中で少しそこを触れましたけども、やはり厳しい措置をお願いするときにその措置に相当するやっぱり支援金が当然必要だというふうに思います。そういう状況の中でまん延防止等重点措置の適用の中でですね、例えば今だったら2万5000円から7万5000円で協力をしていただくという枠組みですけども、そういった時間短縮をさらにしてくださいと、お酒の提供も控えてくださいって言っても内容は支援金の内容はですね変わらないんですよって言った時に、本当にみんなそれで分かりましたっていうことで協力してくれるかっていうと、私はなかなか難しいんじゃないかなと思いますし、また特措法のですね、そういったまん延防止等重点措置や緊急事態宣言になりますと、そういった何度も要請に従っていただかない方に対する、そういった過料など、そういったことも含めた法に基づくいろんな対応が取ることができるようになりますけども、そういった枠組みにないときにはそういったことが当然できません。ですから感染の状況に応じて、認めていただいてですね、対策を講じることが皆さん飲食店の皆さんにとってもですね、私は望まれることだと思いますし、そういったできるだけ早く、検討してほしいというふうに考えています。よろしいですか。はい、他にご質問ございますでしょうか。まずよろしいですか。それではここからは、その他のご質問もお受けいたします。はい、西野の宮浦さん。日本農業新聞の宮浦です。私の方から2点ございまして、8月7日の花の日に向けて道産牡蠣の PR の一環として、専用の予算も道の方で組まれてですね、五輪マラソン競歩のコースとなる旧庁舎前に道産の牡蠣を飾るというふうに伺っております。一般客の観戦が難しくなった今、五輪に向けて道産牡蠣の PR をどう今後展開していくのか、またその工夫についてお伺いできればと思います。はい、2点目になるんですけれども、
全道的に厳しい暑さが続いておりまして、雨不足で農作物への被害もありますけれども、道としての被害の認識が どこまで進んでいるのか、また熱中症対策など啓発に向けたメッセージをお願いできればと思います。はい、まず8月7日が北海道花の日です。そういったものを知っていただくためにですね、空港ですとか駅、また道庁、そういった道産の花器をふんだんに用いたウェルカムフラワーなどを設置をさせていただいて、皆さんに北海道の素晴らしい美しいそういった花々の魅力を知っていただくという取り組みを、そもそもやろうということで準備してきました。で、無観客ということになりましたけども、多くの方の目に留まるようなそういった位置にですね、プランターですとか壁面花壇だとか、そういった展示方法の工夫などもしながら、例えばマラソンの皆様、ランナーの方をはじめとして、そうやライドされたですね、そういった方々を応援するとともに、皆さんにご覧いただく、そういう工夫をしてます。それとやはりこのウェブサイトなどでも、結局直接ご覧になれない方がいらっしゃいますので、そういったオリンピックの専用サイトをこれが本日開設しましたので、例えばそういったところでも、その魅力をですね、伝えるということをしっかりしていきたいと思ってます。それとこの非常に暑い日が続いてます。園芸作物ですとか牧草の生育への影響など、心配する声があるというふうに承知してます。7月の9日になりますけども、こういった状況なども踏まえまして、農業者の皆様に対する注意喚起を行ったところでございます。全道の農業改良普及センターを通じてですね、農業用ハウスの適切な換気ですとか、水の管理やそういった家畜のですね、暑さ対策、またこの農作業時における体調管理注意喚起、こういうものもきめ細かに対応していかなければならないということで対応しているところです。これからもですね、少しこの、気温が例年よりも高くなる、そういう可能性もありますので、これは農業者の皆様だけではない話ですけども、体調には十分気をつけていただいて、水分や塩分補給だとかですね、熱中症対策、ここはしっかり十分留意をしていただきたいと思いますし、我々としてもしっかりそこは注意喚起をしていきたいというふうに思います。ありがとうございます。他にご質問ございますでしょうか。十勝前市の奥野さん。すいません、十勝毎日新聞の奥野です。2点お願いしたいんですけれども、まずですね、昨日の防災会議で、太平洋沿岸地域 の新しい津波想定というのがですね、正式に承認されたと思うんですけれども、太平洋沿岸地域というか千島海溝沿いのですね、巨大地震というのはもうすぐ今起きてもおかしくないという学者さんの見立てもあるようなんですけれども、こうした地域での減災対策について今知事がどういうふうにお考えになっているか教えてください。はい、まずですね、そういった中で早急に防災対策を講じていかなければならないという状況の中で、新たな津波浸水想定、これは基礎的な重要なものになります。有識者の方々に大変お力添えいただいてご検討いただきました。このことに感謝申し上げたいと思ってます。今回設定公表させていただきました津波浸水想定、こちらをもとに各市町においてのハザードマップ、避難計画の見直し、さまざま対策に取り組んでいく必要が出てきます。道としてもですね、津波災害警戒区域の指定、市町との連携協力をしながらしっかり進めていかなければならないと考えています。また何よりもですね、この津波が発生をしたときに避難をしていただく、このことが重要です。その上で避難路の整備などのハード
こういったものの対策、そして正しい知識に基づいて迅速かつ的確に避難をしていただく、まあ、こういったことを改めて皆様にしっかりお伝えをしていく、このことが重要だと思っています。まあ、こういったハード、ソフト両面から総合的な防災減災、こういった対策をしっかり講じていくためにも国における財政支援、まあ、これも不可欠です。ですので国に対してこういった財政支援の要望を行っていくとともにですね、防災訓練、防災教育、合わせてそういった被害を最小化する減災目標を定めて津波対策、まあ、これを一層推進していきたいというふうに考えています。すいません、今 の、 お話で確認なんですけれども、国においては南海トラフ地震に関してはですね、対策をすると、自治体が対策をすると補助率のかさ上げがあるかと思うんですけれども、そうした点に関して千島海溝沿いの巨大地震に関して北海道の自治体がそういう対策をしたときにですね、同様の措置をしてくださいというような要望をしていくという考え方でよろしいんでしょうか。はい、この点はですね、実は国における日本海溝千島海溝沿いの巨大地震検討ワーキンググループっていうのがありまして、このメンバーに私もなってます。そして国に対して、この直接私も参加をしながらさまざまな議論をしてます。まあ、その中で大事なポイントが今お話のあった点でして、南海トラフ地震と同様に、この日本海溝千島海溝沿いの巨大地震、にかかる特別措置法の改正とともに、この避難施設とか避難路の整備のための財政上の措置、まあ、これが重要なんだということで、私からも強く発言をさせていただいてます。こういった法整備、財政支援、これはですね、しっかり強く要望して、実現していきたいというふうに考えています。ありがとうございます。他にご質問ございますか。よろしいですか。それでは以上で本日の定例記者会見を終了させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございました。